Do it yourself ですよね、はい、自分たちでやるということなんですよ。政党ってこういう仕組みになってたんだと、こうみんなと一緒にこうもう本当にフルオープンってどういう政治をやってほしいのかっていうことを国民の側が考えて、理想の政党をみんなと考える。CJS をご覧の皆様、こんにちは。神谷総平です。本日もじっくり学ぼう日本の健康と予防医学をお送りしていきたいと思います。講師は松本先生です。よろしくお願いします。こちらこそ。よろしくお願いします。先生の指導を受けた、はい、これパーキンソンの方でいいんですかね。パーキンソン病と診断されていた方が、はい、まあ、本当にわずかな指導時間の後に、うん、まあ、どういう変化があったかという動画を、まあ、ご本人の、ね、承諾のもとに出していいということなので、はい、まず冒頭そちらの動画を皆さんに見ていただいて、はい、そうですね、ということで、はいはいはい、よろしいでしょうか、はいはい、どうぞ。では皆さんまず次の動画をご覧ください。自分がいつも歩いてるように歩いてます。普通に歩、はい、向こうまで歩けるんですよね、はいいいね。はい、もう一遍。いいか、呼吸だぞ。肩上から後ろ、はい、こう。しっかり裏に触れてくるぞ。そう、はい、はい、もう一遍。こっちへ、いい、軽く軽く、はい、吐く吐く、呼吸呼吸。もうちょっと頭を上に乗せて、はい、もう一遍、はい、もう一遍行こう、はい、まだ軽くない、ちょっとそこでジャンプして、はい、軽く、吐く、吐く、そう、はい、行こう、走ろう、はい、はい、はい、吐く、吐く、そうそうそう、もう一回こっち、はい、今日は、ここへ岐阜県の土岐市から来ていただいた初川さんですけども、まあ、パーキンソンと言われたということですが、最初の映像、自分のご自分の歩き方、そして指導後の歩き方、この変化を見てどう思われますか今。最初はこう足を引きずるような感じで、うん、なんかこうパーキンソンだというふうにこう洗脳されてて、はいはい、そういうふうに歩かなきゃいけない、むしろこう、うん、そういうふうに引きずって歩かないとおかしいみたいなふうに思ってたんですけども、はいはい、うん、そういう考え方を変えていただいて、うん、もっと普通に歩いていいんだっていう、うんうんうん、そういう意識が芽生えてきて、うん、どんどんこう歩き方が、うんうん、変わってきたと思ってます、はい、気持ちがね前向きになってきて、うんうん、明るくなってきて、うん、やれるんだなって、自分でもやれるんだなっていう感じになってきました。そうだよね、はい、もう全然大丈夫ですか、はい、ね、はい、はい、じゃあ今日来てよかったですかね。はい、本当にありがとうございます、はい、それでは今日はお気をつけて帰ってください。はい、どうも、はい、これ動画見せていただくと前段って左腕が全く動いてない、はい、動いてないですね。これがまさにパーキンソンの状況ということですよ ね。それがあんな走ってできるように、うん、まあ、もう一つはちょっと映像では分かりにくいんですが、はい、表情がまるっきりないんです。これもパーキンソンの独特な、はい、一つの症状なんですけども、はい、もう表情がなくなるという、うん、まあ、簡単に言うと石のようになるということですね、はい、でまあ例のようにいろんな病院行ったりいろんなものをいいと言われるものを全てやってきたんですけど、はい、まあ、このままでは寝たきりになるではないのかという、はいはい、まあ、恐怖に襲われてですね、うん、それで、やっとたどり着いたのがうちミックスということですね、はい、うんうん、はい、1時間どんな指導をこうされたんですか、うん、人それぞれみんな違うんですよ、うん、だって同じ例えばパーキンソンって言っても、はい、まあ、
もっと言うならその前からちょっと説明しなきゃいけないんですけど、うん、パーキンソンだけではなくて、あらゆる病は、うん、はい、あれは病名ですよね、うん、で病名というのは何かって言ったら人がつけた記号ですよ、はいはい、だってそうじゃないですか、うん、昔なかった病だってあるわけですね。それがまあ現代医療500年ちょっとの歴史ですか、この流れの中で人がパーキンソンでつけた、その記号をつけられた方はどういうふうに思うかというと、だから大変だ、はい、でつける方はつけたその病名に対してそのガイドラインに沿っていろんな治療の方針を立てるわけです、はい、薬投薬もそうですね。でそれをやっててですね、この何年も過ぎて10年経って動けない人がみんなうちに来るわけですね、はい、でまず一つはですね、あの本来のその人間には川の流れ、つまり呼吸、これは酸素ですね、はい、それから酸素を取り入れて、これなぜ酸素を取り入れるかというと力のある血液を作るためですね、はい、そして今度は深く吐く、これは何かといったら老廃物を捨てるとか、はい、血液をきれいにするということですね、うん、そしてそれを今度は多くのガス交換、つまり深い呼吸、取り入れた酸素を体中に流す血液がいるわけですね、はい、そして今度は静脈血で回収してくるわけですけども、その流れのシステムが全くと言っていいほどなされてないわけですね、はい、でその辺のところからまず、着手するわけですけども、ただその原因というのはですね、まあ僕はこれよく言うんですけども、自律神経が乱れてればいろんな症状が出る、流れが悪くなるば どういう症状が出る、それは二次原因であって、実はその本人そうなった一次原因があるわけです、はい、これは私じゃ分からないわけ、例えば家族間のストレスであったり、うん、そして過酷な労働であったり、はい、無理な姿勢であったり、うん、そういう毎日の今まで生きてきた全ての積み重ねの中に原因があるわけです、はい、それは一次原因、はい、それは私では分かりません、うん、ただしだからどうなったという二次原因は私の方で分かる、うんうんうん、そこを開けるわけなんですが、実はですね、はい、その私が治すわけじゃなくて本人がそれに気づいて、うん、本人がその原因、第一次原因にまで着手していく方向に向けていく、これが私の指導方法なんですね。だから10人例えば同じパーキンソンがいても10人みんな指導方法違うわけです実は、うんうん、でも基本の姿勢、呼吸、そして、歩き方ですね、うん、でこういうものは、共通していることなんですけども、うん、それをどう伝えるかという手段においては全て違うと取っていただいた方がいいですね、はいはい、なるほど。だからこれをやればみんな良くなるっていうね、そういう、こうパターンがあるわけではなくて、パターンがあるわけではなくて、うん、その人の体の状況とか、まあ、そういう心的な要因とか、そういったものを、ね、ヒアリングとかしながら、ね、こう少しずつやっていくという感じ。そうですね。でもね、今の神さんも聞いていただいたように1時間で、まあ、約1時間です、はい、1回で例えばあの方の場合、初川さんの場合は3年以上かな、3年以上あのパーキンソンで病んでいた、どん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 体力落ちていって、そして左手が動かない、うん、顔も動かない、うん、足も引きずってる状態で来て、はい、あの1回で映像を見ていただいた上に1回で走れましたよね、はい、でもね、実はそれ以上に本人のもう意欲が違うわけですよ、うんうん、これはもうね、治るんだと、はい、もう自信が出てくるわけですね、はい、でさっき、映像の中でもご覧になれるかどうか分かりませんが、最後の方で本人がインタビューを受けてるわけ、うん、私のインタビュー、はい、その時にパーキンソンと名付けられたからこう動かなきゃいけないんじゃないかと思い込んでたと言ってますよね、はいうんはい、あれは非常に大きなヒントでね、うん、つまり動けないと思い込みが縛ってた部分がかなり大きい、はい、で私はその思い込みの部分を1回で外すもんですから、うん、まあこういう言い方をするとですね、見てられる医療関係者の方はちょっと軽減に思うかもしれないけども、治るというのは常に一瞬なんですよ、ねはい、治り始めるのが一瞬と言ってもいいでしょう、うん、正確に言うと、うん、なるほど、つまり治る方に向かっていくわけです、はい、それは一瞬です、うん、だって10年ずっとですね、同じような状態でどん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 歩けなくなって歩行器を使わなきゃいけない状態になって気持ちも落ちて下がっていくなんてことは僕に言わせればありえない、はい、一瞬で治り始めればそれがどれだけの回数であと症状が復活するかというのが本来の治癒ですよね、うんはい、ただ、まあ、誤解ないように一つだけ言っておけば、私は症状を払拭するのが目的ではなくて、うん、真の健康を目指してもらうのが私の目的である、はい、そこへ向かっていく間にいろんな症状が取れていくよ、うん、美容もあるよということですね、うんはいはい、いやどうですかね皆さんね、映像を見ていただくと結果歴然だというふうにこのような映像だったらいくらでもあります、ねね、私前回見せていただいたのは、ニキビの、ねはい、ひどい方が、アトピーだとかですね、ごめんなさい、ニキビじゃない、アトピーですね、アトピーのひどい方が改善したのもありましたし、ね、アトピーでもそうですね、それに対して今ステロイドやなんかで軟膏でですね、
もう全部その症状を抑えようとするわけです、うん、だって人間の体が捨てたいと言って出てるわけですよ、うん、で出てるものはどんどん出してあげればいいじゃないですか、はい、逆なんですよね、はい、そのでも出すにはどうしたらいいかって言ったらそれは流れを作らなければ、うん、人間っていうのは捨てるとこは3つしかないわけです、はい、息で捨てて汗で捨てて尿で捨てるしかないんです、はい、ところがねこれを呼吸がまず息浅い、うんうんね、これが1個 出口が潰れる、はい、そして皮膚も今最後の悲鳴のようにアトピーで出てますけど本来で言うと流れが悪いもんだから出ないわけですね、うん、でそうするとどうなるかっていうと最後の一つそれは何かって言ったら腎臓に負担がかかるということです、はいうんうん、だからその、まあ、先に行くと全てほとんどの方が腎臓をやられるわけです、うん、そうするともっと大きな副作用のある薬を使わなければいけない、うんうん、だそれがこの43兆の医療費を膨れ上がらす一つの要因になってるわけですね、はいうん、いやでもそれはもう本当にだからベースの部分を作るっていう話 で、 そういうことです、ね、その他の意味がないとか批判をするとかいうことじゃなくて、はい、自分の体の状態をやっぱりまず自分でできる範囲できちっと整えていくことをやらないで、ねはい、薬だけに頼るとか、はい、健康食品だけに頼るとかそういう清涼の切ったり貼ったりするような、はい、だけに頼るんじゃなくて自分のまずそのベースの部分ですね、はい、を高めていくことを自分でやる。でそれをまず一番大事な意識の壁を外すことだったりとか、はい、あとその歩き方とか呼吸法とか、うんうんうん、そういうことで十分ベースが作れるんだよということを指導されていると。そういうことですね。だってそれ当たり前じゃないですか、うん、例えばどんな素晴らしいものも治療も食もどんないいもんって言われるものでもその一時の問題ですね、はい、例えば今日 何錠飲んだ今日何時間やった、うん、この生きていることというのは体の仕組みを使うことというのは、24時間ですよ。寝てる間も含めて、はい、全て自分の体の力を使うという仕組みを使うというのはこれが最も生活の中で長い時間なんですよ、はい、長い時間を基本に戻すのが一番効果があるに決まってるわけですよね、うん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 、でそれを言ってるわけなんですけどね、はい、それが、まあ私の本の宣伝じゃないんですけども生きることを養うと書いて養生。養生というのは何かと言ったら、うん、簡単に言えば体の仕組みを使うことだよ、うん、養生って普通言うとですね養生してくださいって言うと体を休めることともちろん休めることも養生のうちの一つではある、はい、でも本来は養生というのは体の仕組みを使うつまり生きることを養うことであるということですね、はい、それが他のどんなものも効果につなげることができるつまり常に外にあるんではなくて内にあるということですね、うんはい、先生のお話の中で、はい、薬師寺さん、はい、で奈良のですね、ねはい、毎年講演をされてるっていうこと、はい、なんで薬師寺で講演されたんですか。なかなかああいうところで講演ってないじゃないですか、はい、実はですね東京で私が講演をやった時に、はい、その後に奈良の女性が私のところに、はい、訪ねてきたんですよ、はい、それで先生何人集めたら奈良で講演をやってくれますかという話になったんですよなるほど。で僕はその時にもうそっ即答でですね何人でもいいよという話でじゃあ行くよって言ってしまったんですよね、はい、ところが奈良は私やったことないわけです、うん、で場所もわからない、はい、体育館もどこにあるかわからない、うん、で私が愛知県の豊橋市のスクールの後にですね10年来、私の生徒さんである鈴木邦夫さんという方がいるんですけども、はい、この方ゼリー会社の会長なんですけども、はい、でその方にですね、邦夫さん奈良でどっか僕が講演できるとこないですかねそしたらその国尾さんがですね一つあります、はい、でも可能性は薄いです、うんねちょっとかなり低いです、うん、でどこですかって言ったら奈良の薬師寺というんです、はい、奈良の薬師寺ってあの修学旅行の、はい、とかあそうですかって、うん、世界遺産のってですね、はい、で松本先生趣旨書を書いてくださいと、うん、ですぐ私書きまして私の一冊目の本この本ではなくてです、はい、あなたは治せるという幻の本と言われてる本があるんですけど、はい、その本を添えて推薦文をつけてもらってですね、うん、そうしたら薬師に送ったらですね3日で降りたんですよ、はいうんまあ、薬師寺というのは病を癒す本尊薬師如来国宝ですけども、はいそうですね、でこれは薬師如来というのは、うん、成り立ちがですね1300年前に、はい、これ680年です、はい時の天皇の天武天皇が自分の奥さんの病、平癒を祈願してですね発願したわけで、はい、立てようと思ったわけです、うん、薬師寺をねで奥さんの病気平癒ともう一つは日本の人々の安寧、うん平和を願って、建立を発願した、はい、そして建立されたのはその奥さんが持統天皇に天皇さんになった時に、完成したわけです、はい、つまり人のその自分の身内とそして日本の人々の平和そして病気平癒を願って建てたりという心根のお寺さんなんですよ、はい、
この心根と私が一人でも多くの人を救い、一人でも多くの人に体の真実を伝えるという使命、これが非常に親和性があったと思うんですよ、はい、後から考えるとですね、まあ、こういうご縁で実にもう6年続いて、はい、おそらく来年の11月の末にまた私の講演がをやろうかという話が今出てるんですけど、うん、こういった縁なんですよ。なるほど、はい、まあ、僕は客観的に聞いてると、先生の目指してる方向が薬師寺の、はい、方々の思いとやっぱ一致したということですね、はい、方向性が。その通り、あの今もう気配でですね、亀井、はい、さん感じられてると思うんですけど、うん、実はですね、僕はこのこともまあ皆さんには伝えたいんですけど、今やっぱりどんな情報だってスマートフォン一つじゃないですか、はい、手のひらに一瞬にして世界の情報が入りますね、うん、そうするとね、どこの神社に行くとパワースポットだ、どこのお寺に行くといいことがある、まるでねそこに行きさえすればいいみたいな風潮があるわけですよ、うん、はい、形だとか、うん、言葉というのが非常にこうルールされてるわけですね、はい、でそれもそれは別に悪いことじゃないきっかけとしては、はい、ただね、僕はその例えば薬師のそのエネルギー空間って何が成り立ってるかっていうと、やっぱりね、最初にどういう心根で建てられたお寺なのか、うんうん、そしてそういう心根の人たちがたくさん集まる、つまりね、人がそのエネルギー空間を作り出してるわけ、そうです、ね、そこに集まってる人たちのエネルギーが振動を引き上げるわけですね、うんうん、つまり人なんですよね、うん、ところがみんな場所だとか言葉だとか形、はい、これさえやってればという話になってしまうから効果が上がらないですね、うん、はい、いや、おっしゃる通りだと思いますね、まあ、もちろん場の力っていうのもありますけどね、あります、でももちろんそれ以上にやっぱりそこに集まる人の思いの力、そのもちろんそうです、場の力あります。でだから例えば風水やなんかでもそうでしょうけども、はい、うん、江戸幕府でもそうでしょうけども、はい、いろんなものを引いてくるというのもそう、うんうん、でもね、そこにはなぜ引くかといったら、やっぱりその人の心根があるわけですよね、その場所を選ぶ心根がありますよね、はいはい、つまり人が最初なんですよ ね、 そで、そのだからこそその場を、うん、その場の力を引き上げることができる、つまりこれはまるで素晴らしい医療を引き上げるかのように、うん、人が引き上げるわけですよね、はい、そこを間違えるとですね、うん、そこさえ言ってればいい、あれさえやってればいい、これさえ取ってればいいという話になってしまうわけですね、うん、はい、うん、なるほど、まあ、そこのところで薬師さんともね、はい、まあ、ある意味の、まあ、僕に言わすとコラボレーションみたいなのが生まれているんだと思うんですけど、まあ、そういう方々のこう理解があると思うんですけど、はい、逆に、ね、病院に行って10年治らなかったものが、はい、そんな1回2回の指導で改善するなんていうことあるはずないとか、はい、っていう見方された方もいらっしゃると思いますし、はい、逆にそんなこと言ってるやつは怪しいとかですね、はい、そういうなんか医療従事者からの声とかで、いや僕なんでそれを聞くかというと、この番組でも、いやそんな西洋医療だけが全てじゃないよと、別に僕西洋医療を全部否定してるわけじゃないんですけど、はいはい、でもやっぱり人を薬漬けにするのって僕やっぱ良くないことだと思ってるんで、うんうんうん、やっぱりそれに頼らずに自分たちの力とか食とかでも治していきましょうみたいなことを言う先生に出ていただくと、どうしても医療関係者から批判が来るので、うんうん、先生にもそれがあるんじゃないかなと思って聞くんですけど、これは正直な、今スタッフも聞いてますけどね、はいはい、一切ないですね。一切ないですか。病院で扱えないような、例えば頸椎のヘルニアだとか、はい、それからパーキンソンもそう、うん、それから腰痛もそうですね、はいはい、それから統合失調症もそうですけども、扱えないようなものはみんな私のところにお医者さんが紹介状を書いてきますね。へ、はい、それは心あるお医者さんというか勇気のあるお医者さんだと思いますよ、うん、僕はそういうお医者さんばっかになればね、この世の中本当に良くなると思いますよ、はい、だって人の幸せを考えてるわけじゃないですか、うん、自分の体裁を考えてるわけじゃないですよね、はい、クレームどころか、私のところに頼ってこられてますよね、はい、うん、だそれは非常に心あるお医者さんですよね、うん、何か僕はいつも言うんですよ、今さっき亀井さんも薬のこと言われましたけども、じゃあ周りに見られてる方の周りにね、薬を例えば2年3年で飲んでる方、はい、声かけてみてください、うん、薬飲んで良くなりました、良くならないです、じゃああなた、ね、3年飲んで良くならないものが5年飲んで良くなると思いますか、うん、はい、なるわけないんですよ、うん、だから根本的にやっぱり見直さなければ、原因に目を向けて路線を変えなきゃダメですよね、はい、それは何かといったら自分の力を引き上げるということですね、うん、でこれはね、今エビデンスという言葉がありますよね、はい、今エビデンス全盛なんです、科学的根拠、医学的根拠、うん、で一番最初に言っています、この養生の力でも書いてます、エビデンスは僕は素晴らしい、現代医療も素晴らしい、だって人知のその積み重ねなんですから、うんうん、研究の積み重ねですよね、でもね、それが全てと思うことによって、もし可能性をスポイルしてるんだったら、それは不幸なことですよ、はい、でエビデンスで、人が全て治っていくんだったら、僕はそんなこうしたことない、薬で治ってるんだったら僕はそんなことでこうしたことないと思うんですよ、うんうん、まあ別に嫌いな人は別としてですね、はい、薬がね、でもね、治らないから
それはちょっと目の付けどころが違うんじゃないですかと言ってるわけですね、はい、うん、でこういうことを言うとですね、先生そんな非科学的なことというわけですよね、うん、で申し訳ないですね、非科学的ってじゃあ今この500年、例えば西洋医学500年の歴史としてですね、これで分かってるエビデンスが全てなんですかって、うん、じゃあそれ以外は全部非科学なんですか、目に見えないんですけども自動的に体の仕組みというのはなされてるわけですね、自動的に動いてるわけ、はい、その動いてるものに目をつけるというのがこれ養生なんですけども、それは何かって言ったら今分かってる範囲以外のことはそれは非科学ではなくて未科学、うん、まだ科学で証明できてないという世界だと取った方がいいですね、はい、実はその方が大部分なんですよ、ね、いやそうだと思いますよ、私はそこを動かしてるわけですね、うん、全てひっくるめて体の仕組みに任せましょうよと言ってるだけなんです、はい、それで結果出してるわけですから、うん、本人が幸せだと言ってるわけですから、これに異を唱えるもしお医者さんがいたらですね、うん、人の幸せ願ってないんですかという話になるわけですよ、うん、だから僕は何回も言いますけど、限られた時間の中で結果を出すというのが最大限のやっぱり証明ですね、はい、うん、まずそれが僕は最大のエビデンスだと思いますね、うん、その中に根拠があるわけですからね、はい、いや体って分かりやすいじゃないですか、分かりやすい、ね、でもね、この掃除系っていう話僕本当に胸に刺さってるんですけど、いや政治とか社会もそうなんですよね実はね、みんなの意識が変われば絶対に変わるはずなんだけど、うん、みんなできないと思い込んでるし、うん、そんなこと言うと理想だと、うん、ね、例えば争いのない世界だって、まあ、それは理想的なことだとは僕も認知してますよ、うん、でもそこができるしそこに近づこうと思わなければ現状から良くなることなんかないじゃないですか、そうですね、うん、でも分かりにくいんですよ政治とか世の中の変化とかって、うん、でも自分の体のもし不調が良くなったら、うん、それはものすごい手応えですね、先生もおっしゃってましたけど、ぜひですね、まあ、毎回のように連絡先出してますけど、まあ、今回改めて、ね、先生の連絡先とか、はい、会社の連絡先載せておきますんで、はい、ぜひ皆さんですね、特に今問題抱えてらっしゃる方がやっていただきたいなと思うんですよね、はい、うん、でその上で僕はもうさらにもし皆さんそれでね症状が健康に治ったら、これ社会に温めてください、社会ももう俺はもう関係ないとか、うん、もうダメなんだとか、うん、もう政治家ダメなんだとか官僚がダメなんだとか人のせいにしてたら何にも変わらないんで、気づいておかしいなと思ったんだったら思った僕らが一人一人からこう始めていくしかなくてですね、で僕はそれを、まあそんなこと言ってた政治なんかできないよとかね、そんなこと言ってて選挙取らないよって言われる、それ分かってるんですよ、分かってるんだけど、じゃあ僕が選挙取ったら世の中良くなるんですかということも僕聞きたいんですよ、うん、で通らなきゃダメだって言うけど僕通った人間いっぱい知ってるんで、彼らも頑張ってるけどその方法じゃ変えられない、だから結局は僕ら一人一人の意識の改革であり、 できるこう、まあ、養生なんですよね、はい、そうですね、だから体の養生も大事だけど、もう僕はこうそれは適切じゃないかもしれないけど、僕はやっぱ社会に対する養生をみんながねちょっとずつできるとこからやらないと、いや今ねまさに神谷さんが社会に対しての養生って言われましたけど、はい、私は実は一番最もやりたいのはですね、難病の方は治す、はい、まあ、治すというか、まあ、治すんじゃない、人は、うん、一番最初に言いましたけど人は人は治せない、はい、でも人が治るのは医療というのはですね、はい、医療という量っていうのは中が終わるという字、中量の量を書く、はいはい、人が病が終わるのを助けることができるのが人間なんですよね、はい、でそういう意味で言うと私は一番最もやりたいのは何かって言ったら、難病の人を治したいというのは、それはそう、それもそうですが、うんうん、実は一番僕が気づいてほしいのは未病の人なんです、はい、これ東洋で言うと未病って言って、未成年って言うと未がつくと必ずほっとけば大人になりますよね、はい、未病って言うとほっとくと必ず病になる、はい、今は調子の悪いところない、うん、病院も行ってない、薬も飲んでない人に、うん、本当はこの体の力に気づいてもらってやってもらいたい、つまりなっても治れやすい体を目指すのが本当の予防なんですよ、うんうんうん、でそうすればですね、はい、そこの部分っていうのは一番大きいわけ、うん、ただそこをですね、私は1回の空手家がですね、いやこういうことになれば難病治りますよ、こことか必要ですよって言っても皆さん耳貸さないわけですよ、はい、だから皆さんの耳目を集めるために10年治らない20年治らないパーキンソンだパニック障害ね、そういう方々をたかが1回2回指を触れずに復活する、その体の力を証明することで皆さんの注目を集めてきたという、うん、これは手段なんですね、実はね、まあ、もちろんその人たちの幸せにはつながってますよ、うん、はい、でもそれをすることが世の中を救うことになるんだという信念でやってるわけですね、はいはい、うん、まあね、これから日本もう、ええ、人口減少もしていきますと、ええ、でそういった中で寿命は伸びてるんで、ええ、まあ、高齢者は増えていきますと、そうですね、ええ、もう本当にですね、
数年もするとですね、うん、女性のもう半分はですね50代以上というふうな社会になってきますので、もうこれからもう自分たちの社会を維持していくためにもやっぱりその未病の方が健康寿命を伸ばして生きていくっていうことがもう日本の鍵なんですよ。で今の医療制度の延長線上にはもう破綻しか僕はないと思っているの で、それを政治家も官僚もどうしようもないですから、どうしようもないところまで来てるんで、だからもう国民の側がやっていくしかないんですよね、はいはい、それをまあ今回の先生のような方の活動を知っていただいて、でもし実践できる方は実践していただいて、でそれをこう社会の総じ系というならば社会に当てはめていくということをこう僕もなんか連携してですね、うん、一緒にやっていければなと。あの亀さん自身もそうですけども、皆さんにもちょっと誤解ないように言っておきますけど、はい、私こうやって対談したり講演してますけど、うん、私は講演家であったりこういう講師が主じゃないですから、はい、私はあくまで実践家で人が復活するのを助ける、うん、まあ、実践家だと取っていただいてください、はい、だからちょっと喋り方も拙いですけども、はい、いやもう僕はですから、はい、お話聞くというよりも実践のね、はい、お話をこう今日聞くということだと思いますので、はい、僕はなぜまあ、この番組やってること自体がそうなんですけど、うん、今回先生に出ていただいたかという趣旨をですね、まあ、さっきお伝えしたということで締めくくりたいというふうに思います、はいはい、今回どうもありがとうございました。ありがとうございました。